守って、ゲームスタートです。<laughs> 身分を確認してください。マジか。夜が来ました。目を閉じてください。音聞こえないけど。あ、じゃあね。あれが切れたのか。 よいしょちょっとなんか占い師周りのあれが分かんないからちょっとお願いしたいな朝が来ました 夜は誰も死にませんでした5番のプレイヤーは発言してくださいはい占い師をランダムで9番3ん白、ランダムで9番3に白が出ています把握お願いしてます後<ろ>そうですね進行論としてはもし対抗が出た場合はグレーの方はできる限り占い師匠について触れてください占い師匠について触れてください それによって自分 l ラインも見やすくなりますし、ただ自分のことを真と見る、また義と見る理由によっても精査します。ただ単に自分のことを真と見るっていうと浅い発言だとそれをするよりとも感じますし、うん、理由がはっきりしてると、うん、そこは納得しますかね。そういう点でグレーはできるだけ占い師に触れてほしいと思っている。二二の場面になった場合は当然、霊能からいくんだけど、ただあまりにも不当な理由で自分を店に置いてくる。 というような思考の人は自分は人外思考として釣りだと思ってる。二二番目ならレノだけど、二一番目とかならそういう人を釣りだ。はい、以上。六番の、うん、プレイヤーは発言してください、うん。めっちゃチュンチュン言うやん。あああ。うん？あれ、こ、あ聞こえ,あ聞,こえ聞こえますか？あすいません、なんかあ今聞こえます？ <laughs> 特に仕事はございませんなな。画面バグってるんですよね。ちょっと喋れるのかな。うーん。まあ、場面によってあの考えていきたいと思うんですけれども、まあ、あまり固定概念を持たずにいろんな場面は想定していきたい。例えば、その、あ、今聞こえます。えっ、ー、と、占いが例えば進路だって決めつけたりとかっていうのはしないようにしていきたいなって思いますね。で、あとは、 まあとは言いつつ、ラインっていうのは考えていきたいかなと思う。単体精査とライン精査両方ともやっていきたいかなって思いますね。うん、どっちかに偏るとか出せず、両方から狼一っていうことを狭めていくっていうのが一番近道だと思っていて。<laughs> なんかば、時間バグってたっぽいな。 かわいそう7番のプレイヤーは発言してください。さいうんまあそうだね。当然とりあえず22番目になったらレのノン切ろうかなっていうところぐらいかな。うん、うん、わさんに関してはなんだろう占いの精査はちゃんとしてほしい、いまりしろから理由をつけてみたいな感じで言ってたよね。うんまあ正直のわさんは二え目かな。正直わからんしどうなるのか。うん 6番さん、どうなんだろうね。うーん、まあ、固定概念は持たないようにするっていうことを言ってたけどね。うーん、固定概念。う,ん、うーん。いや、それだけなんだよな、単純に。わからんな。<laughs> まあ、盤面煮詰まってからって感じかな、生産始まるのは。申し訳ないけど、2週目かなって感じだな。まあ、どうなんでしょう。 よくわからん、六番さんも。いいん。またなんかバグ増えたんですかね ?8 番、のプレイヤーは発言してください。はい。 えー、5番さんが9番さんに白、えー、67がグレー使用、えー、なしということを把握しました、えー、と5番さんに持った印象は、えー、とこれが真か偽かは分からないけど5番さんが真だったら頼もしいし5番さんが偽だったら怖いなと思ったかなえっ、ー、と占い審議に触れてほしいという、えー、形を言って、えー、と発言の怪しいところは、えー、とどんどん 倒していくという発言。逆に言うと、五番さんが発言力に自信がなければ言えない位置かなと思ってます。だから、えっと、村がミスリードした時に、えっと、五番さんが、えっと、人外だった時っていうのは、村負けパターンになっちゃうかなっていう意味で、五番さんが偽だった場合が怖いなと思ってますね。えと、六番さんに関しては、まあ、印象がいいっていう感じですね。色はわかりませんが、えっと、単体センサー、えー、ラインセンサー両方したいっていうのはいい意見だと思ってます。 そうですね、ライン精査って、まあ、盤面を追っていくのは重要ですけど、人外目線からしたら、ラインって切ったり貼ったり、好きにできますからね、盤面に応じて。だから単体精査をするっていうのは、6番さんはいいなと思いましたし、えーと、その精査をする6番さん自体も問われる位置になるから、印象が良かったって感じですね。7番さんに関しては、まあ、色が見えないっていうのは分かりますね。まあ、なんとなく防寒位置だなって思いました。番さんどうぞ 9番のプレイヤーは発言してください。さいえっと、5番さんのロンはすごく僕はいいと思ってますね。えー、っていうのも、えー、っと、村人って結構みんな単体精査単体精査っていうけど、意外と難しくって、僕は。えあの発言の中で伸びる要素って、ここの占い師をローとして置いたときに、 ここの相方ってこういう発言してるからキャンセルされるんじゃないっていうのが村人視点でおいてあの考察をしやすいし隣の人に対して様相を落としやすい。からだからちゃんと占い師について信用することが大事っていう五番さんの進行論は俺すごく印象がよく見えてるから。 うーんだから八幡さん言ったように偽だったら怖いなと思うけど俺はその五番さんがもし偽だった時に白を打たれてるんで、まあ、一生ヘイトが向くことっていうものはないんでまあちょっと安堵感はありますよその八幡さんのその五番さんが何だろう様相もし偽だったら怖いなっていう部分を拾った時に僕っていうのは五 <laughs> 番さんからヘイトを向くことはないっていう。 ただ、俺は、そんな5番さんについては、しんっぽくは思ってますね。はい。うん、どうでしょうね。6、7、8番さんについては、<い>まあ、うん、対抗が出てきてない。5番さんの対抗が出てきてないし、精査しても進まないし、場面も固まってないし、うん、だから難しいかなと思ってますね。発言自体、そんな違和感はないが、 7番さんだけ、まあ、56分からないっていう分からないっていう精査が多かった印象ですね7番さんについてははい以上1番のプレイヤーは発言してください,ださいはい占い師です9番さんランダム白ね9番さんランダム白<ー>っていったところで5番さんじゃあどうしましょうかどうやって勝負しますは 潜伏で勝負しますか ?5 番さん、まあ。ワンチャン、霊能も潜伏でいきましょうか ?5 番さん。うん。黒出せませんよね ?5 番さん。なので、俺、5番さんの発言で、俺は狼として見てます。<laughs> 5番さん。で、これで、2、3、4であの、占い師3、4をなるのか、どうなのかもわかりませんが。 約潜伏で勝負しませんか、うん、っていう話かな。で、67に関しては色落ちなし、そこを八番さん色つけたんでなーっていう印象です。2>, 2番、のプレイヤーは発言してください。うーん現状、一番の方が占い師っぽくないなって、コロンだけで見た感じは、一番って、例の彼でも潜伏を推奨していて、 えー、万が一、えー、今日、えー、2、3、4と霊の仕様がよ1仕様だった場合ってグレーズ目になりますよね。そこまでの主観もないし、えー、っと、あなたが霊、えー、の狩人を潜伏させた時に、えー、そこに占いを使った場合って、かなりムラフリになるけど、と思ったあなたがんだった時1番、5番の進行論で比べた時に、5番に圧をかけている1番がいるが、1番の方が偽っぽいと思っている。6番に関しては発言を全く聞けてないものだと思っているかな。 バグもあったし6番は色がわったかわからないし、うん、7番に関しても、えー、色が全ったく落ちていないと思っていて8番の5番への触れ方ってちょっと違和感あったような気がした8番って5番に対して偽歳だったら怖い死んだったら楽しいと言っているが,がい、ね、5番が偽歳だった時に村がミスリードしていてなん,だなんつか5番が人外だった時に負けそうと言っているが8番自身村だった時にミスリードした時って負けるから、ね、5番にだけ触れているのがおかしいかなと思ったかな主観がうん うん、なんか8番が若干臭く感じていて、9番って1番が9番に白打つ前からめちゃくちゃ白いと思った。うんかな9番って5番が偽だった時に俺に白を打たれていてヘイトが向かないっていうワードが9番自分の白ェつクてなんだろう安堵感を覚えたというワードがね9番めちゃくちゃ白く感じていたから、1番が9番に白だからあやっぱりかと思ったぐらいかな。ただ1番と5番だったら1番の方が0に見えているし、6番が8やったら8にちょっと違和感を感じている。違和感です、違和感。そんな感じかな 以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい使用ございません。だから4番さんが例のかな？合ってるね。220ですよ、ね。今ねうん、えー、っと5番さんに関してなんかすごい。村はすごく消極的だなと思いますね。なんか5番さんが偽だったら怖い。怖い。怖い言ってるけど。でも5番さんはさ結構自分の首絞める。あのー、言い方してましたよね。あのー、絶対真偽をつけてほしいって自分から言ってたから。 まあなんか偽でも頼もしいとは思うんじゃないかなと思ったんですけどね。だってそれだったらボロが出るからね、いつか。なんかすごい、すごい頼りがいあるなと思いましたね、単純にね。うん。一番消極的だったのは8番さんかなと思いましたね、その点ね。偽に思わせたいのかなっていう印象がありました。1番さんに関してはちょっと2番さんに言われちゃったけど、まあなんかすごいこう、保守的というか、例のカ人ウドはどうしますって聞いてたあたりがなんか全然、 なんか強気そうに見えて強い全然強気じゃないなって自分視点でどうして伝えのかっていうのを聞きたかったからやっぱ5番さんの方が新名に見えちゃうかなって感じよりずつ触れていきます6番さんに関してはうーんそうねまあ時間足りなかったからなまあ多分バ,バグだと思うからあの占いの審議つけてほしいかな5番さんは特に直前で言ってたと思うししっかり言ってほしいと思うし 7番さんは例の釣り切りしか言ってなかったからこの展開になってどうしたらい,いのか言ってほしいかな一番黒いと思ったのは8番さんかなあで8番さんはねなんか6番さんの印象がいいって言ってたと思うんだけどライン精査も単体精査も6番さんはするって言ってたと思うからそこどう思ってるのかも聞きたいかな、まあ、2番さんの言ったより9番さんのねあのヘイトを受けないから安心っていうのはすごい白いなと思ったし2一章 まあ、まあいいか、西見るか。うん。2番さんは、ね、すごい視点近くて白いと思います。4番のプレイヤーは発言してください。あの、俺が占い師で7番さん白で、ね、ランドン、えー、えっと、51が、まあ、人外確定なんだけれども、まあ、霊能が潜伏なのか、それともスライドするのかわからないが51だったら、だったら5番さんがスライドするんだと思うから、スライドするんであれば、 さっさとスライドしてくれっていう感じですか、ね。スライドしないんであれば、えっと、9番は白いかなと思っていて、9番が盤面上白いかなと思っていて、えっと、5番に白を打たれた状態で、9、1、郎っていうのも見にくいなと思っていて、5番が陣外で9番に白を打っていた状態で、9番の発言で自分が、えっと、5番が偽だった場合でも、白も打たれているから、アンドって言ったんですよね。アンドって言ったのがちょっと村っぽいなと思っていて、どちらにせよ、盤面的に9番っていうのは白いのかなと思っていて、<laughs> 8番に関しては、えっと、2番、3番が言うほど臭いなっていう、特に2番が8番に対して5番の触れ方が臭いなと言っていたが、5番狼軸で置いたとき、8番の狼もキャンセルかなと思っていて、8番に関しては5番が死んだら頼もしい、2世なら怖いなっていうのを第1週目の1番手で言ったんですよね、そういう発言を。1>, うん、1番手っていうのはそういう発言を1番手でしたっていうことです、ね。ということから、 1>, 1周目だと見にくいなと思っていて、2番が8番に5番をすり寄っているように見せたいのかなっていう、それは3人も共通点かなと思っていて、5番に黒打たれた時の、えっと、8番に黒打った時の不責任も聞こえたかなと思っている。えっと、1番に関して5、1でこのままスライドしないんであれば、1番が若干ちょっと、どうなんだろう、強靭。んなんかグレーの精査が結構甘いなと思ったかな。俺視点だと。だから1番強靭で5番狼かなと。 若干今の1周目は思っているから6番に関してはバグだったりで分からないから、えっと、2周目発言しっかり欲しているのと5番が自分に触れてほしいって言っていたからそういう違和感だっていうのを2周目しっかり聞いていきたいなと思っている23がちょっと8番の黒塗りが雑かなって俺は思ったから以上彼よろ出てほしいです5番のプレイヤーは発言してくださいはい発言します うん、現状1強4ローに見えてる。1番さんが9番さんに白をかぶせてきたから1番さんの方が狼に見えるんじゃないかっていう精査はやめていただきたい自分発言で取ります。あ1番例すら。またオ狼ミでしょうね、うん。えっとですね、<laughs> あのまず3、四番目において狩人も、例のも出る必要ないんですが、<laughs> 1例の7例を了解しました。 うんうええー、面白いなこれ結構流行ってるんですか ?8 は白いと思った8は自分目線めちゃめちゃ村っぽく見えた8番っていうのは自分に対しての豪がシーンなら頼もしい発言から取れないけど発言の雰囲気から見て豪がシーンなら頼もしいまた偽なら怖いっていう発言8番さん自身がオオカミとして例えば 4八狼だった場合に8番さんが自分に対してああいうふり方しないと思ったなぜなら8番さん狼として勝ちに行こうとしてないし8番さんが恐れるこれにせなら怖いという表現は使わないと思ったむ自分目線はめちゃめちゃムラっぽいと思ったんですけどね、はい、発言力がなければ言えない発言といって内容精査もしてますね自分の発言から、うん、6番さんに関しては2週目7番さんに関しては本当に発言ほとんど聞けなかったなっていう感じですね 8番さんはあの位置で自分に対しても触れてたし、6番にも触れてたし、2番さんの8を見る目線は全く違う。自分は2番さんとは8を見る目線は全く違います。ただ、違和感、違和感という点で、2番さん自身が違和感と感じてるなら、そういう感じ方もあるのかなと思った。2視点は自分と、自分を占いしたから8番さんもらっぽいと思ったけど、2視点は分からないでしょうから。だから2番さんも2周目。 3番さんに関して2は白いと思った。いや、2を白いとは思わなかったですけどねって感じ。71に関しては投票で示します。6番のプレイヤーは発言してください。さいはい、先ほどは申し訳ございませんでした。<laughs> 17と54については、1新名、4新名に見えてますね。その理由が、えっと、1番さんって、少々かなり気になる発言をしていて。 えっと、霊,の霊能と狩リド潜伏って言いましたよね。6から9で使用がなかった時点で、うん、割と非霊能が透けているところで、2位から4に、2位から4だけに対して潜伏を流しても仕方ないと思ったんですよ。だからその時点で1番さんが、うん、<laughs> 占い師だとしたら2戦目だと思ったんだけれども、1番さんが霊能だとしたら、あれはかなり納得いか発言だと思った。うん、っていうことと、7番さんが霊能ローラーを押していたっていうことが、 心霊の発言なんてはないんじゃないかなって思うんですよね。ということで1番さんが新目に見えているから現状今日の釣り先は7番さんだと思っています。うんで4五番さんについてなんで4番さんの方が新目に見えるかっていうと僕は四番さん、えっと、5番さんは4のことを狼に見えるって言ったけれども僕は4番さんは心境だと思っていて狼だとしたらあそこで4番さんが霊能使用して霊能を乗っ,った方が強い,、ね、強いんじゃないかなって思ったから。 わざわざ三 c o にして、三分の一でつられにいく狼。っていうよりは、狼だとしたら、霊能を乗っ取ろうとするんじゃないかなって思ったから。四番さんのほ四番さんは神経だと思っていて、そこを五番さん、は四番さんのこと狼って言ったから。おかしくねえ。おかしいなって思って、五番さんがちょっと。うん。ただ霊能の。一心に見えるって方が、ちょっとせやかな度合いとしては。って思ってるんで。今日はけ。 割と7投票にかなり気持ちが来てますね。うん、7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ、例の釣り切るって言った場合、言ったのはね、ワンチャン22になんねえかなと思ったんだよね、振動振動でね。うん、なったから釣り切るって言っただけなんだけど。で、あのー、僕、カラシロもらってるで、それで出るメリットありますか 僕が新霊能の方です。1番さんの偽世をあげましょうか。1番さんは能狩借りると潜伏でいいって言ったんだよね。それって霊能目線の話になってますか全然なってないと思うんですけど。うんまあいいや。まあ今日は1くつりから言ってください。うん、なんつうんだろうな。6番さんのなんかね、押し方っていうのはね、なんつうんだろうな。そんな人外って感じはしなかったかな。ただね、8番さんに関してはやや気になった部分はあるんだよね。まあ。 率直に思ったことなのかもしれないけど、5が、まあ、偽だった場合、怖い。うん。それはね、8番さん、あんテが白くなればいいんだよ。そしたらね、8番さんがもし俺が村だと思うのであれば、8番さんがね、俺がね、うん、それは村全体で8番さんを守って5をつるって流れになるし、なんて言うんだろうな。いやいや、なんか2、3と8番さん気になるって感じで平徳が傾いてたわけなんだよね。うん、うん。どうなんだろうな。うん、まあ2番さんは狩リウド。そう。 どうなんだろう、うん、正直ね、4号の精査はついてないさ。4号はシンドローだと思ってんでね。まあ一は強人かなと思ってる。うん、34になったらまずいなと思って、うん。とりあえず道連れにできないかなっていうことで一番さんはレースラしたんじゃないかなと思ってるけどね。うん、さてと、フライね、うん。そう。うん なんかな俺6番さんのなんつうんだろうな考察方法はあんまり人外には感じなかった、うん、っ感じかなまあ今日は1番さんから言ってくださいって感じだけど、うん、8番のプレイヤーは発言してくださいはい <laughs> 7番から釣りたいかなと思っていてまあ7番さんも自分でも言ってたけど あの7番は 8, 8が5に対してそういう言い方するんだったら自分の白を勝ち取れって言うけど7番さん自身、霊能だったら不用意に22で22、えー、想定でみたいな発言をしないで、うん、最初っからトットで出て決め自分の芯決めるってうぐらい PR すればよかった 1>,、うん、1番さんに関してなんだろう、えー、と8が6これめっちゃ面白いですね、がたのが印試合い,い 7は防寒位置と言っただけで、これは別に色はつけなかったけどね。ただ、一番さんの動きに関しては、心っぽく思って、わざとどうやって勝負しましょうかみたいなことを言って、平和村を作りたかったから、まだ出なくていいっていう言い方をして、例のラをした可能性があるとは思っている。うん 7番さんの発言と出方的に死が追えないから7番さんが釣りたいとい感じかな。1番さんに関して完全に死んだというふうには思ってません。1番さんのやってることから自分が想像した、えーまあ、推理ってだけですね。1番さんが怪しくなれば1番さんもちゃんと釣ります。3、えっと、番さんはそうだな2、えっと、番さんにこう言っておくと8番目線5しか占い出てないし5しか <laughs> 触れるところがないとだけ言っておく。で三番さんに関ししてては聞いて欲しかったのは自分が ちゃんと言い切れなかったかなと思ったが、6番が印象いいと言ったのは、単体精査ライン精査両方するっていうところがいいという発言をしましたね。うん,うん。だからどう思ったのって聞かれたけど、俺はそこを話してたから、なんでだろうと思ったかな。単体制作だからって言ってなかった。9番のプレイヤーは、発言してください。さいえっと、まず、レイドに関しては、まあ、圧倒的に1番三振目。 それについては、68述べた理由プラスで、これはチャットに関してですね、えっと、レースラってこの人打ってる、でも明らかに準備してた動きなんですよ。はい。スライドっていうのを明確的に書けるのは、能の多分人だっていうのは分かると思いますけどね。うん。明らかにちゃんとチャットを準備してたっていう感じがしてます。68の理由プラスで付け加えるならば。 うん、で7番さん、七番さんでね、<laughs> これ拾おうかなと思ってたんだけど、確かに言っちゃってて、7番さん。あの西洋盤面になるんじゃないかなと思ってて、新郎新郎っていう話をしてますんで、7番さんって。もうその時点で俺は失言と捉えてます、ね。<laughs> えーっとね、4号ともに今、8を白く見てることから、 もし4番さオオカミった時23って来てて4番さオオカミ来て23村人で8番さんがつら押されてる中48オオカミだった時にわざわざそこのクセをぶった切った蜂をかばいに行くかって思うし、えー、5番さんしてもそれは同じようなことが言えるってで多分8番さんは色は白だと思ってますね。 うんとね、これ盤面がほぼもう詰まってるような気がしてておそらくじゃないけどラスルチに関してはもう3番かなって思ってますねえ、うん、っていうのも6番さんっていうのは5番さんのあとでもう明確的な審議っていうのをつけてるしだから4は3を占って5は6を占ってっていうのがベターなのかなって思いますけど1番のプレイヤーは発言してくださいはい 例のです。で、9番さんが俺白いと思ったから俺9番さんであの白打ったんですよ。だから五が真かどうだかわからなかった、うん。で、今現状4真で見てます。で、対抗の7番さんっていうのはもう明らかに強人なんですよ。なぜかというと俺は4真で見ていることから4が7に白出ていると。 うん、なので、もう100%がですな,、はい、なので、5番さんっていうのは、俺の中ではもう狼、うん、で相方は368にいるんだが、うん、6番さん、8番さんの発言で、あのー、精査すると、俺、6の方が白いかなと思っている。8番さんっていうのは、あのもう仕方なく俺のシーンを見ているという感じで、あのー、368に関しては、俺、明日精査したいなと思っている。 うん、今日は7つっても強人しか落ちてないんですよ。それなので明日みんな正座で2番さん狩りね2番さん狩りに言っとくと俺守んなくていい。俺守んなくていい。うん、守んない,い守ないでしょ。うん、ワンチャンねどうせ7はもう白しか出ないから俺が生き残っててもみんなに情報を落とせんのは白でしかないってから <laughs> 守んないわ。っていうことかな。うん で、368で明日、俺を名は使わせたいって言うなら、そこを疑った方がいいと思っている。うん。かな。で、9はやっぱ白いね。9は、うん、白でいいと思うよ。村だと思う。うん。だから368であるんだが、発言では6番さん、8番さんでいくと、俺8の黒の方が高いかなと思ってる。でも5番さんは8を擁護してるんだよね。そこをどう見るかだよね。 2番のプレイヤーは発言してく,発言してください。うん、いや、ちょっと出るの早くて申し訳なかったなと思ってるかな。ほぼほぼ一番が心配なと思っているかな。一番は例の潜伏狩り潜伏させますかっていうワードが出てるから、一番5番だったときに本当に例の潜伏させようとしてたんじゃないかな、若干、うん、思ってるかな。 ノは1番の方が新目に見ていて、4番5番だった時に5番の8番の村要素の拾い方って結構違和感があったかなと思って、うん、あれだけでそこまで村置きできるんだと思ったのが、5番の8番に何かだけって結構気になった、ね、だかな。6番が真っ先に出てきた視点っていうのは近いが、4番は3番を占ってほしくて、4番と5番だと4番の方が若干新目に見ていて、4番は3番を占ってほしくて、3番白でだと切って5番6番じゃないかなって思ったけども むずいなただ単体で見たら6番が白い3番って僕と思考が近いから僕視点性差は濁るって感じ色はわからない8番に関しても色はわからない9番は白いと思ってる初手の中で白が取れてるから9番は白をしちいと思ってるから4番は3番を狙ってほしいかなそしたら盤面詰まるんじゃないかな4番が狼っぽくないと思ったのは4番って2番3番にヘイトを向けた時に8番が 4番新、4番狼師になったときに、僕に対してヘッドを向けたのは、8番は白くないか、2番、3番が、8番白くないって方は言ってないか、8番について、そこまで言及してる2番、3番が分からないといったワードが、4番っていうのは票を獲得しに来ていないと思った。新っぽいなと思ったから、単純に。全体の触れ方的にも。うん、感じかな。 まあ9番は白いと思いましたね9番の過去はないと思ってるので四、うん、4番がサになって3番白だった時に6番じゃないかなと思った6と85番の8の振れ方ってかなり弱かったからね今日は7から釣るって感じかな以上3番のプレイヤーは発言してください はい。まず占い師からなんですけど、誰も触れなかったですね。4番さんが、えっと、1番さんが、えー、9番さんに白を出した段階で、4番さんが出てきて、7番さんに白を打ちましたね。で、その時に、盤面的に9番さんは白いって言ったんですよ。9は白い。盤面的に白いって言ったんですよ。盤面的に白いってどういうことって思いませんでしたうん。それで自分が偽で、あの、どっちかが、あの、本物だからっていうことなんじゃないかなと思った。まあ、もしなんか理由があるなら教えてほしいかな。そこで、うん。 4番さんのシーンはないのかなと思ったけど、そんなことないのかね。うん。ちょっと違和感があったっけどね。で、えー、っと、あーっと、4、四にせ、あ、5番さんに触れとくか。えー、っと、2番さんが言った通り、5番さんは8番さんは6にも触れてたし、えー、っと、8番さんが白いって言って、うん、まあ、えー、っと、5番さんの触り方はまあ納得はできたんだけど、 8番は6番にも触れてたしっていうのはちょっとよくわかんなかった。触れてたら白いのって。なんかちょっと無理な感じがあったよね。ちょっと違和感あったよね。二番さんの言う通り。うん。だからそこはちょっとわかんないけど。六6番さんに関してはすごく、うん。あの、よく発言聞いてるなって感じ。1番さん生産もすごい良かったなっていう感じ。だからちょっとどことどこが繋がってるかわかんないけど、えっと、9番さんがやっぱり白いっていうところと、6番さん、あ、あ、まあいいか。明日よ。 これ明日言うとして、まあ、6番さんのあのー、霊能潜伏流してた位置が新名っていうのはすごい本当に納得できたってところから、まあ、8番さんどっちか相方かなって感じはするけどところですね、うん、で霊能に関しては、えっと、7番さんは1番さんに霊能視点じゃないって言ったけど完全にブーメランで、うん、あの霊能ローラーするよって言うんだったらそれはもう霊能視点じゃないよねってとこだよね、うん、しかも2周目で言うんだったらって感じだよね7から 4番のプレイヤーは発言してください2周目ですね、えっと、7番さんから釣ろうと思っていて、まあ、白しか出ないんですが、まあ、7番さんが偽かなって結構思ってるかな。1番さんに関してえっと心っぽいなと思った理由に関しても、えっとまあ、かまれ懸念とかそういうつまらない考察ではなく一番視点が自分を守らずにえっと要は まあこれ言っちゃえば占いを守ってくれっていう発言をしていて、もし1が狼だった場合って、えっと、4号が神教、まあ神童神童もえっとあるあるが、1が神の状態のこの盤面において、2番がもしかして僕を守るかもしれないのに、1番がそういう護衛の仕方もえっも、1番が神にしかないと思っているかな。 だから7番を釣ると思っている。3番に関して説明する必要があるのかなと思っていて、僕視点で3使用の状態で5番が9番に白、1番が占いで9番に白を打っていった状態で5番が仮に強靭91オオだった場合って1番が出る必要がない。1番が霊能を使用した方が強い。5番狼オカ9番オオカ1番強靭という場面でも、えっと、1番が。うん 一番の、えっと、僕のロジックで言うと一番が強人っぽくあまりないのと9番自体がえっと5番に対してえっと自分は白を打たれているかっていう諸々の発言をしたから僕はそういった部分でえっとまあ5番が大多いので9番黒もあるんだが発言的にはないから5番を強人に置いた時の9一を神っていうのがないから盤面的に白いんじゃないかって言ったんですけど3番には伝わらなかったのかなと思っていて6番と9番が 人間っぽいかなと思っているから6番に関して5番の新勝下げて56狼だった場合ってどういうこの後ゲームメイクしていくんだろうと思っていて普通に6番僕から客観視したらすり寄ってようにも見えるが5番新、えっと、位置って置いた理由もちょっと曖昧だったかなと思っていて新位置で置いた場合って5番をどう見るのかなと思っていてラストウルフに関しては83かなと思っていてどっちかというと3番かなと思っているから3番を占うと<い>今日は7番いけ投票を始めてください。 7番のプレイヤーは3クロでもいいけどねもう3クロ7番のプレイヤーは発言し,発言してくださいサンクロうん個人的には8番さんはあんまり狼に見えてなくてこうあるとしたら3号か4号かなと思ってるんだオ、ね、オがあるんであればねまあ一応一のローメンもあるのかもしれないけど 俺個人で考察するんであれば、占い振動の方が、うん、考察しやすいから。いや、そう口癖なんだよね。振動振動って言っちゃうよね。振動強狼って言い,言いにくいよね。って俺思った。振動強狼で、なんつうんだろう、ロラ釣りをしてたんだけど。うん、うんそんなとこかな。まあ、うん、なんかね。 正直ね、例えば5番さんが2世で8クロって打った場合、多分8番さんは発言で勝てないんだろうなと思ったんでね。そう、なんか8番さんの狼っぽさがないかなと俺は単純に思っちゃったんだけどね。3番さんはやったら8番さんだって聞いてたけどね。うん。なんだろうな。あんまり8番さんがなんか4号の相方って感じはしなかったけどね、俺はね。どっちかっていうと36、どっちかにいるんじゃないかなと思ってるけどね。 うーんまあそうだなああどうしようまあ次の日一つってくださいっつってどうなんだろうねうーん占いセンサーで行ってほしいけどねちゃんとうーん一応一番さんがオオカで教授が制服してる線もあるからさ かなあ。まく、あ、てそう。うーん。ういや、これ普通に言っちゃうんだよな。まあいっか。うん、しかも発言最初から。夜が来ました。目を閉じてください。バグってるバグってる。おおええ。目を開けてください。おおせる人狼は人を殺してください。 8をラスルイチで置く予定で話してますい。いい感じですね。占い理由も作れて。ワンチャンパンダになりそうですけど。一番,一番新ぽいですよね。うん、一番新ぽいんであの、ローラーはしないっていう発言で置くとそうかなって。うんうんうん。バグってんな。 <laughs> 朝が来ました昨夜死んだのは2番。 三番。のプレイヤーは発言してください。三黒。えー、ちょっと待ってください。三黒。三白。七白。はい。うーん。五、偽か。えっと。うーん、四の偽よさあげようと思ったんだけどな。 ははまあ、納得できました皆さん。盤面的に白いの発言。あんま納得できなかったんだけどまあしないか時間使っても。えっと5が2世っていうことなんでやっぱ相方2番さんは868って言ってたかな。あんま6番さん相方っぽくはないけどね。うんやっぱ不自然さってのがやっぱ8番さん黒なんじゃないかなと思うね58黒でいいんじゃないかな。8番さんに関しては。 えっと、なんだっけ私が質問して、えっと、なんだっけ ?6 番さんは、たえっと、初週に、えっと、単体生産してるから、印象がいいって言ったはずだと思う。LINE 産濁るからね、みたいに言ってたと思いますよ。まあ、今さら言っても仕方ないかもしれないけど、うん。っていうところで、あとは、えー、っと、で、9番さんじゃ、やっぱり、5番さんへの反応が白かったから、まあ、木番さんはもう触れない、今後は。で、えー、っと、そうだね、6番さん、まあ、7番、 さんはやっぱ偽で良さそうだね私は8万ばっか振れてたって言ってたけど6番さんも9番さんも白いからって話はしてたと思うしちょっと違ったなぐらいの内訳がところだなうんうん2周目発言来たあそうそうそうえっとね6番さんに関しては、えっと、4を新境地で見てるって言ってたと思うんだけど 4を強靭で見る視点をもうちょっと広げてほしかったのでな、なんでだろうって、真って言い切るんだったら分かるなと思ったんですけどね、少こ教えてほしい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、3番占って3番白でした。えー、っとですね、でなった場合って、えー、っと6、8、どちらか相方なんですが、昨日の発言で、えー、っと6番さんに関しては、まあ、確か僕の心境位置とは置いていったが、仮に。 <laughs> えっと、56狼だったとしても4強陣で置いて、えっと、僕に黒打たれた時に、えっと、4番を強陣ロジックで置いた,ったりして、えっと、このあと精査どうするんだろうと思っていて1番で、えっと、7番が白結果落ちているってなった場合って、えっと、6番がもし狼だった場合って4強陣1狼。 3狼しかなくなってしまうから、やはり6番っていうのは白いのかなと思っていて、8番に関して、えっと、なんで8、三で迷ったかっていうと、3番に関しては不当な心象を下げてきているなと思っていて、そんなに盤面に9番が白いかっていうのにそんなに引っかかるかと思っていて、なんで安易に俺の心象を下げに来たんだろうと思って,いて占いました。番さ,んえっと、8番さんに関しては えっとね、これ聞きたいかなと思っていて、盤面上9番のオオカミもあるんだが、9番と8番で比べたら9番の方が村っぽいかなと思っていて、8番に関しては、えっと、1番を、えっと、ローラーをまだ死んで見ていないという発言を、1番がしゃべる前で話していたから、1番がえっと話した段階で8番はどう思ってるのか聞きたいなと思っていて、このままローラーを続けるんであれば、例のローラーに使いたい8番を。 狼説っていうのもあるのかなと思っていて、現状、6、8、9で比べたら8番が一番怪しいかなと思っている。6番と9番に関しては、まあ、僕の、えー、まあ、僕視点のね、話なんで、うん、8番が村だったら、説明をしてほしいかなと思っていて、えっと、7番、1番で比べたら7番の方がやっぱり遺言も見せっぽいなと思っていいから、素直に俺はローラーをかけずに5番投票してほしいなと思っていて、で、明日した、まあ、噛まれてしまうかもしれないが、8番を占おうかなと。 えっと九番占ってもいいが八番の方がちょっと怪しいかなと思っているからそれだけはつない以上5番のプレイヤーは発言してくださいはい三番さん占って三番さん黒 まずね、8番さんから初週の中で村予想が取れている、自分は村フロックレベルだと思ったのはは、あの発言をね、そして6番さんに関しては4を新居で見る、あのね、6番さんが4番さんを新居で見るという視点が、あの霊能を乗っ取る乗っ取らないの話だが、それは狂人でも狼でもできることだから、4番さんが新教室という理にはならない。 ただ、4、6狼だった場合の6番さんが自分の対する偽世目の上げ方がむちゃくちゃだと思って6番さん狼カないなと思った4、6狼ならそういう形で自分のことを偽世を上げてこないと思ったで、もう消去法で3番さんを占った3番さい的には昨日4番さんの偽世要素を上げていたこれは完全に自分すり寄りだと思って占い地から外れようとする声だと思ったし3番さんが8を怪しく見る視点そして最初の2番自分と全く思考が違った2番さん結果カレドだったけどその2番さんを白いと あの時点で2番さんの発言だけを持って白いと言うるのは自分は理解できなかったから3番さん占った3番さん占って3番さん黒43さん狼だと思ってる1真だと思ってる7にせ1というのは1番さんの4が7白だしてて7が強人だから4が死になるという理論はこの人狼殺では成り立たない盤面だけだからそれはないですはいそれだけはっきり言っておきます7番さんっていうのは潜伏理由を強狼新狼と言ったか新狼新狼というのはまあ言い間違いでしょう たたただ強の盤面作りたかったと言っとて奈良らさん自身は霊能出た釣りり切と言ってるんですよ奈良晩さんが本当にそういう盤面を作りたいのであれば、奈良ばさんはグレーから行ってもいい、霊能は置いておいてもいい、信境と思ったら置いておいてもいいというような発言をするはず。それで置いて、強愕、振動っていうのを出させようとする動きなら分かるが、奈良ばさんが釣り切りと言ったら、狼出てこらでしょう。<laughs> その発言で、奈良ばんさん偽だと思った。で、奈良ばさん釣りましたね。 6番のプレイヤーは発言してください,ださい、うん。やっぱり7と5が偽だと思っていて、正直3番さん怪しいんでたんですよ、うん。昨日の触れ方とか4に対して芯がないっていうのは全く視点が合わなかったし、その後に濁して、で4が芯ないって言ったにもかかわらず5に対しても2攻めを追っていたところ、あんまり盤面を詰め、なんか,かなり。 違和感があったんですよね。ただ今日は1番さんにローラーする必要は全くないと思っていて7が偽っていうのはかなり強く思っています確信していますなので1番さんにお釣り縄を使う必要はないと思っているで5番さんの <laughs> 仮に5番さんが死んだとしたら34ってなるじゃないですか一応死んだとして34っていうのはかなり見えづらいなって思っていて3番さんっていうのは昨日の時点でずっと4が死ん4が死んって言われてる中でわざわざ4の死んはないって言,言ったところ あそこでラインギ気する意味がないだろうなって思ったところと、で、4番さんは、えっと、3番さんが、なんか4の発言が分かんなかったと、った4の芯がないって言った理由に対して、回答を渋ったんですよね。3、4だとしたら3番さんの言ったことに対して、かなり、うん、積極的にフォローするんじゃないかなって思うから、あんまり3、4っていうのが見えないっていうことから、やっぱり5は偽なんじゃないかなって思ってるんですよね。だから今日5をつ でいいんじゃなないかなって思ねうん今日は参加後のランですよね多分1を残すとしてうん現状5八かなって思ってますね9番さんが黒かはまだ見えてないかなうん結構露骨ですけどね5八っていうのはうん現状5八の7強で見てますね それか三強。あ、三強じゃないのか。七強だから。う五八です、ね。八番。のプレイヤーは発言してください。六 <laughs> 番さんは <laughs>。むちゃくちゃだな。えー、まあ、三が四の殴りっていうより。 ロペアだったとき、3番は4番に例のなんでしょうっていう言い方をするのかなっていうのは、1点あると思っているかな。うんまあ、ただ、3番さんの8 <laughs>、うん。 殴りも微妙だなと思う、まあ、端的に1個だけ言うと、三番さんに言っとくと、6が印象良かったのは単体制作、ライン制作両方するからってことですね、ラインは狼人外側は切ったり貼ったりできるから、だから単体制作も合わせるよって言ったのが、6番さんの発言は自分自,身の、えー、自分自身の発言が問われる、えー、位置に入っているから、6番さんが印象がいいと言っただけ、だた,ただ色落ちはしない、6、7、そんな印象って言っただけで 1、はあまあ、一個3番さん視点で、えー、と4番の例のを見ていたのであれば、えー、と3番さんが何、えー、だろうすむらしをしてもよかったんじゃないかなぐらいにも思ったし、まあ、それは役職の出方にもよるけどだから3番さんの光が透けていて、まあ、こんなスライドバンバンになると思わなかったけど俺は3番さんを一緒に釣りたいなぐらいに思っていたので。 <laughs> まあ7番さんの,あの出方は正直シーンを得ないっていうのは分かるんで、1番残したいっていうのは分かります。1番さもうなんか正直微妙な精査なんだよな。どうすっかな ?9 番のプレイヤーは発言してください。うんと、明らかにすっげえ8番さんって怪しいような考察しか残してないっていうのを。 うん、これがオオカミだった時っていうのは絶対的に縄が届くなーって思う正直言って今の8番の発言に対して明らかに34のローローペアセットっていうのが見えないよね8番さんもそれは絶対見えないでしょそれは自分で言ってる発言において3番初集において4番例の出るのかな3番はその後に続いて8番さんが怪しく見えますと 言ってる。2に続いてね。じゃあ4番さんっていうのはその3番さんに対して、えー、と8は全く怪しくないと。うん。でなおかつ3番さんっていうのは2周目においてわざわざ4番さんの2攻めを上げる考察を残すか。村木店においてだって3 4 6ロ,ロで、えー、と新芽があるのがどっちっつったら4番さんなのに。 三番さんはわざわざそこで対して五番さんにすり寄っていく必要性はないと思ってるんでだから三番さんっていうのは白で四番さんが真っていうのが一番見やすい構図になるはずなんで、ね、いいっすねうんうん,うーん何でしょうね真老真…老を終わしたいようにし向けた狼なのかなーって 八番さんが強人っぽく振る舞ってて、わざとそういう精査を曖昧にさせてるような動きを取ってる狼なのか。なうーん、おそらくじゃないけど、多分明日、今日5つって、多分一番さん多分残りますね。で、多分四番さんあなた多分噛まれるんじゃないかなと僕思ってますね。はい。一番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。 まずね、八幡さん、俺まだ疑ってるんだ。まず昨日、奈良さんの遺言で言っていたけど、俺が狼で強靭潜伏もあ,あるんだって奈良さん言ってましたよ。そこをみんな、あみんなっていうか、八幡さん聞いてなかったかな。みんなもそうなんだけど、ってことは、俺、狼だったら強靭潜伏、うん、四番さん、五番さん、どういう風になっちゃうのって話だよね。うん。そこで奈良さんの しあの神、ー、外、まあ狂人なんだけど、狂人の説を、あのー、まあ、指針をまだ負ってんのか、八番さん。俺を疑うってことは。ってことは、八番さんって、俺で縄を使いたいんだよね、まだ、八番さん。これって、みんなね、俺をね、んで決め打ってくれてんだよ。これ。うん。で、奈良間さん言う通りに、俺が狼だったら、 じゃあ、どこになんの一号、一号ロ朗ってことでしょうん。七番さんが言うね、発言でね、行くならばね、四番のオオカミだったら、三、三四ないかないんだよ。いいだそしたら俺がオオカミだったらね。だからもう確実に俺人海じゃないから。うん。だからもう、その時点でもう五、八8時しか俺見れないんだけど、どうなんだろうね。三、四は。 うん、3番さんってあの黒打たれてるにもかかわらず4番さんの,あの偽を、あのー、いい上げようとしていたと。うん、だから結構ね夜とかでも3番さんって考察をしていたんじゃないのって思ったな。な、う、な、ん、なんじゃないかなってもう 昨日のね、2週目でもずーっと追っていたからね、4番さん偽かもしんないみたいなことをね、それをするよりって見えたらどうなんだろうなって、俺今日5番さん行きます。はい。東京を始めてください。おやおやりさんにしてはいいパフォーマンスが、いい連携取れてますね、34でね。 5番のプレイヤーは1番だったとしても3が4とライン切ってるから3、4はないその言葉をずっと胸に秘めてください6番さん、9番さんずっとその言葉を秘めに胸に秘めてこれから考察してください人狼殺で3が ライン切りしたから三四狼はない。謎思考で考察しないでくださいよ、もう。もう何も言いようがないわ。これ、これ今回に関してはも何も言いようがない。単体発言精査もしてないし、六番さんが単体発言精査とライン精査を見ていくって言ったが、ライン切りで狼はないっていう思考の考え方だったら、自分、この村では絶対自信占いとして、勝利には導けないと思ったのでもいいです。はい。 あと9番さん言った進行には絶対にならないからね、明日。そんな形には絶対にならないからね。で、4噛まれて、<laughs> 4なんて噛まれるわけないでしょ、絶対に。1死んだと思う。もう 100%1 みですよ。100%1 みもう自信ある。100%1 むじゃないと3、4勝てないですもん。1噛まないと。4ガチみなんてするわけないでしょう。 ジボちゃんと発言単体精査すべてライン考察もしました。8からの村予想、8番さんっていうのは5が真なら頼もしい、ただ偽なら怖い。発言力がなければ言えない発言だなと。8、号ペアセットで5が8を村ロックする、白い。2番の狩人に突っかかって8は白いですと。これはりラ,ラインをつないだように見えたんですね。6番さん、9番さんの経験則でいうと5が8を白い。 まあ現状、この投票から見ても自分の相方なんてどこにもいないっていうのは分かってもらえると思うが、1黒でおるのからみんな6番、9番は、明日も貫き通してください。ライン切第二音紙、第二音紙。夜が来ました。<laughs> 目を閉じてください。めっちゃ言うやん。でも切り方上手だったと思うけど人狼は目を開けてください。人狼人を殺してください。いや、ちょっとお,お任せしていいですか <laughs> 誰かめばいいな、これ。 あ、一 <1? S 2> 番じゃあ関で、多分一番進んだと思うんで、一番がゴール白出ちゃうと思うんで、でね、ま困、あ、れなかったので、彼氏はなんか適当に <laughs> 言うんで大丈夫です。はい。で八番黒をしますんで。うん。いいと思います。まあなんとなく6九よりも黒要素は取れてるんで、多分勝てると思います。 のことは何にも触れずに任せよ4番に朝が来ました昨夜死んだのは1番3番のプレイヤーは 発言してうんまあ8番さんは6番さんの視点をめちゃくちゃって言ってましたよねおおめちゃくちゃなんだと思いましたねその説明が欲しかった全くなかったと思いますね、うん、とりあえずなんか容疑者を増やしたかったのかなっていう印象がよあでも増やしても仕方ないかんっていうかいいいのかえっと4六を見るかそうかいいのか、まあ、そこの説明がやっぱ欲しかったっていうのと あと、私がスムラ指示をしてもよかったのは素直に分からなかった。確かに8番さんが、えっと、初週で6番さんに触れたっていうのはた、あの納得はできました。が、が、しかし、えっと、納得はで,でもずっとできなかった。その説明がなかったからずっとできなかった。まあ、してたのかもしれないけど、うん。で、2番さんと視点が一緒だったっていうのと、えっと、5番さんが、えっと、待って、5番さんが、そうだ、えっと、 何だっけ。うん、5番さんがやっぱ8を白で置いていいっていう理由が初週8番さんが5番さんをえっと怖いって言ったから、ただ言ってんだよね。そこでやっぱ白ロックできるというのはちょっと不自然だと思いますよね。うん。で、それから、えっと、私、えっと、2番さんと,えっと視点が一緒だったから2番さん白いって言ったのがおかしいって言ったけど、でもじ、現にカリドですよね、2番さんね。別に、 あの時点では不自然ではなかったと思うけど、ちょっと無理すぎるよね。うん。で、それから、えっと、4の白要素、えー、っと、偽要素を上げて、すり寄ったって言ってたけど、でも、えっと、誰だっけ ?6 番さんだっけ ?6 番さんが言ってたと思うんだけど、僕は両方とも上げてたと思うんだよね。5番さんが8番さんへの、えっと、触れ方がちょっと不自然だったから、で、わかんないみたいな発言したと思うんだよね。なんかすごい過剰だよね。すごく過剰な気がした。うん、ちょってとこうだよね、うん。今日はハチ釣りでいきましょう。 番あ日本語になってな,なかったら大丈夫かな。はい、八番さん占った八番さんオでした。任せよ。初週の段階で、一、え、週、っと、目に戻ったら八番っていうのは五番に対して、死、え、ん、っと、だったら頼もしいとか、まあ、確かにいろいろ言ってたんだが、二週目に関しては、えっと、霊能の審議を曖昧にして、えっと、僕の最後の二二日目の えー、昨夜ですね、昨夜の前の日か、前の日に、えっと、僕は一番さんに対しての、えっと、どういう精査をするんだっていうのを聞いたんですが、まあ、アンサーもなく結論から言うと3番の黒要素を、えっと、スムラ仕様だったりとかっていうのを結局上げれずに、まあなーなになったなっていう印象しかなくて、でまあ、結果的に8番黒でした。まあ8号オカミだったってことですね。一番さんも噛まれていて、7番さんが狂人だった。7番狂人58オカミだなって言っていて。 9番さんとまあ6番さんに関してはまあ、まあ、合ってたんでね、1周目に関しても、えっと、人間っぽいなっていうのと、6番が僕のことを心境地に置いて、えっと、仮に5、5, 6オオだった場合って、1番を、 僕に黒打たれた時に1番を狼軸でまた考えないといけなくて僕を新境地に置いて強人地点で考えて7番が白一番が白を打っていることから1番にも釣り縄をかけないといけない13狼、四4強人っていうのを提唱しないといけなくなるから6番自体が狼だったらかなり首を絞めている行動だし9番自体も5番に対しての初周の印象だったりっていうのは8番とは変わらないが9番自身が5番に白を打ってもらっているから こいつが偽あ5番さんが偽でも、えー、と自分は黒打たれないっていう発言を残しているから、はい、まあまあ、ほぼほぼ3・8どっちかかなっていうのはずっと思っていました。で、8番さんは占って黒だったということで、まあ、考察が合ってましたっていうことですね。まあ室が強かった、室が強かったということでもう8番さんで終わりです。はい、以上です。6番のプレイヤーは発言し,くて,発言してください。まあ、5・8で変わらないですね、考え方は。イエス 4番さんっていうのは、卑怯要素と疲労要素が両方あると思っていて、疲労要素についてはもう説明した通りですね。うん、あそこなら、例の脳がいいと思ったっていうこと。で、強じんで, <coughs> でない要素っていうのは、やっぱり占い、3CO の中で最後に出てくるっていうこと。まあ、セオリー的な次になってしまうけども、その中で 3CO で最後に出てくるっていうのは、進路ポジではある。っていう時点で、まず卑怯、疲労要素があるんですよね。 で、3、4っていうのも、昨日説明した通り、薄くなってくる。っていうことから、やっぱり5、8なんじゃないかなと思うんですよね。うん、結構いろんな人がちょくちょく言ってるけども、5、8をがつながっている要素っていうのはいくつかあって、うん、8番さんの初心の5番さんに対する触れ方とか、5番さんの8番さんに対する触れ方。うん も,うもし8番さんが村だとしたら、3、4、7強っていうのはかなり納得いく形で説明してほしいかなって思いますね。正直、昨日の発言も正直あまり腑に落ちなかったですね。8番さんの発言は。うん、あんまりどこをどう見てるのかっていうことがあんまりすっきり入ってこなかったんで、理由,理由を加味した上では。うん、まあ現状、ほぼほぼ八番さん投票に気持ちは 決ままってますね、うんまあ、もしかして4万さんが6クロって言ってきたらどうしようと思ったんだけど、うん、まあ <laughs> それはなかったってことで、うん、いや、うん、まあ一旦8番の発言は聞きますが現状発投票です8番のプレイヤーは発言してください はい、6番に1個言っとくと、この村は8番のことを不当な黒塗りをして、フィーリングで5番の触れ方が怪しいっていう言い方をして、フィーリング考察で8番黒ロックをして、6番もわけのわかんないことを言ってっから、イライラしてんだよ。申し訳ないけどね、<laughs> イラッとしてから、だから意味わかんないって言ってんだよ、1番に対しても、2番に関しても6して、しないと6番は4番を新居考察って言ってるけど、3、4、ローペアだから、4番は例のスライドが見えてて、占いに出てんだよ。わかかんねえのかな だだからイライララすんだよ、えっと、8番は一番の使命を決められないっていうことで言うのであればじゃあ逆に言うよ昨日3番さんも4番さんもさ一、えっと、番のシーンが硬いってそこまで見えてんだったらさ四番さん三3番さんを捧げればいいしさ三番さんはさ <laughs> 自分から釣られればよかったんじゃない じゃあ58ペアで8村がもう5番ほぼほぼ投票するからっていうけど58ペアで8が5に入れる理由って何ですかはい、それだけ言っておきます。えっと、8番のクロリはえっは、と、この村視点どの発言をとっても1点、えっと、8番が5番の触れ方が怪しかったっていう雰囲気考察で58ロールを追っているからわかんないかな 4番,がれ4番が占い使用できた理由っていうのは3、4ロ、ーロペアだったからなんだよ。3番さんの動きはすごい狼としてうまかったと思うよ。えっと、3番さんに関しては4番、霊能なのかなっていう言い方をしてあれはあざといなと思った。だから、だから昨日う、ラインが切れてるようにも見えたし、えっと、3番さんが仮に,仮にただ村であれば、ね、村であればカレート使用できたんじゃないの えー、逆使用できたんじゃないのスムラシをできたんじゃないのって思うからあざとい線がある4番が占い使をできたのはスライドが見えていたからそれを六番さん追えないかな9番のプレイヤーは発言してください,ださいうーんどうなんだかねいや俺5番さんにいるんだけどその4番さん噛まれるのっていうのは結構不赤でで俺ワンちゃんだから8番さんが白の可能性も考えた時に8って っていうのは、えっ、ー、と、もう、オオカミの時5、8っていうのを村の思考の中でも落としちゃってるんで、えっ、ー、と、八幡さんが戦うべき相手っていうのは、まあ、僕は多分無理だろうけど、6番なんだよね、もう。うん。だから、4噛むのが多分、八幡さんにとっては、オオカミだったりやりやすいと思うんですよ。 6と8どっちかで殴り合わせるもう3と9についてはえー、っともう白してもうそこの欄で殴った方がいいんじゃないかなと思うんだけどなでもそれじゃ結局負けんのかリーナはあるから、うん、いや難しいなあ無理かあ8黒かなやっぱ そうだよね。あと2縄あるから4噛んじゃっても6、8つ力で終わりだもんな。弱、うん、えんだよな。あ、そうだよね。9を積んなきゃいけないから。ああ。なんかね、いつもこういう盤面で負けるんだよね。<laughs> こういう盤面で8つで負けるとかって結構多いんだよね。いい4噛みの3つりだから。いや。 八番さんの黒さスになるよな,な。間違えてるの、名前。実際ないんだけど、ね。まいいや。勝てそうだちょっと迷うわ。投票を始めてください。ほいえ。オラじゃないべ。 8番のプレイヤーがオッケーゲーム終了人狼の勝ちですあっ待っなんだこれ。 いやー、いい試合でしたね。あざとさが効いたな、僕の大根演技が。<laughs> 4番さん、レ能で出るのかな、とか言って。面白い試合でしたね。4番さんお上手で、助かりましたね。GG、グッドゲーム。お疲れ様でした。 内容のライン切りが蒸らす点数を見えたんだが、人会がまった。イェーイ !GG!